じゃん。ロムくん、はいよ、こっち向いてちょうだいよ。動いてちょうだいよ、はい、暑いもんな。暑いな。カテトール。ほんとお前ら、はい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 、エルちゃんでした。エルちゃん、はい、おいで。エルちゃん、ちょっとインスタも載せていい？大丈夫です。はい、よし、もう一回、もう一回、もう一回。見てた、アカシこれ、そうだ、ロックデプトのこれ見てた。ちょっと後ろ向いてください。そう、ダメよ。ちょっとあ、ちゃんとね、動いとる動いとる。顔すごい動いとる。なんかあるみたいな感じで。よし、ちょっと待てよ。リンクここでもう泳ぐわ。リンクもう一回行くよ。まだ終わってないよ。リンク。あら、頑張って。もう一回、もう一回。あのチコは結構オラオラですね。ね。うちがビビリアン。多分むっちゃ仲良くなりますよ。うちに泊まってください。なぎ、し、なぎ、こっち向いて。よし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 。よしで、分かった、おやつ持ってきたる。待って、お手できます。できると思いますけど、はい、お手、おかわり。待てよ、よし、うなぎです。どうした、はい、遊んでこい。相変わらず。お、ある、頑張っとるやん。あ、冷た。ダメやん。皆さん大丈夫ですか、映して。大丈夫です。あの顔大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。 YouTube 上げます。なおさんから連絡来る。なおさんから連絡来る。私も行きたいな。うん、来たいなんか、俺来たいから、そこでいいよ。目見えへんぞ。あ、おめでとうございます。いい歳か。ゴリコさん、なんやって。ふうか、はい、走って。暑いか。はい、よしよし。ふうか、おいで、おいで、ふうちゃん、おいで、おいで、おいで。めいちゃん、めいちゃん、はい、めいちゃん、おいで。めいちゃん、あー、しゃしゃしゃ、あー、いい顔いい顔いい顔。もう一回、ゆっくり。めいちゃん、めいちゃん、よし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 、食べろってか。めいちゃん、はい、やれ、お利口さん。ちょっと早く終わった。ごめんね、遅くなって。今日も。
よいしょ、さくらちゃん、そう、皆様にお礼を言わなければ、ですね、その四十肩、かっこ五十肩、どっちでもいいやってなるなのね。本当にコメントでたくさんのアドバイスいただきまして本当ありがとうございます。ですね、まずちょっと動かしなさい動かしなさいってやっぱり皆さん言っていただけるので、ちょっと動かしてみております。で、今日ですね、アルバイトの子にもう動画を恥ずかしいね、社員さんとかスタッフさんがね、動画を見とるって思うと恥ずかしい。ね、こうやってやるといいですよって言ってこう教えてくれたやつをちょっとやってくれて、でぐーっとこう持ち上げてくれたりしたので、ちょっとこれいいんじゃねっていう感じになってきましたが、まあね、物を持つ時というかグッとかこれ肩に力入ってるんやなっていう時が痛いなっていう時がまだあるので、気をつけていきたいと思います。ですね、みんな寝とる。なんかこれすごい寝方しとるね、はみ出してさ、すごいよその寝方は。そう、ちょっとこの3連休本当にバタバタしてたので、なかなか構ってあげる時間もなかったので、5月1日雨ですが、しっかり一緒におろうな。で、何を言おうと、そう。さくらちゃん、コメントで書いてあったよ。コメントでいただきましたよ。ドSケンって。ね。さくらドSやもんな、もともと。ね、容赦ないもんね。いいんや、遊んで。いいんや。さくらはそれでいいんや。な。もう、あるわ。知らん顔して寝とるし。はい、プールも始まって、ナイトドッグラン夜の営業も始まりました。本当にたくさんのお客様を、お出迎えすることができて、いや本当に嬉しいです。またね、まあ、今日最終日、前半最終日はちょっと最後雨になっちゃったんですけど、プールもたくさんの方が来ていただきまして本当にありがとうございますね。あるありがとうございますって、はい、ありがとうございます、はいはい、そうですね、さくらさん本当にね、ちょっと本当この3連休はかまっとるというね、一緒におる時間が夜だけしかなかったっていうか、ね、昼間はね、まあ基本的に中にいるのであれなんですけど、中にいるというかね、暑いんで、エアコンのガンガンの効いた部屋にいて、あ、そうそう、こんなコメントもいただいてたので、ちょっと対策をお伝えしたいなと思うんですけど、ですね、まだ4月や、まだ5月じゃねえ、4月や、エアコンの設定温度を今は18度にしてます。で、多分6月ぐらいから16度になります。で、私は、このもう何年間かは、ですね、ちょっと待ってね、ゴミが散らばっとった、いいです。この汚い布団もね、よいしょ、それが原因って言われるかもしれんな。ちゃんとね、もう毛布はないんですけど、ちゃんと布団かぶって寝てます。で、この何年間で気づいたこと、ちょっと本当俺の喋りばっかりで本当に下手くそな申し訳ありません。この何年間で気づいたことは、昔みたいに暑って起きることがなくなりましたので、夏はね、本当にだから睡眠時間が短くなるっていうよりも、なんか熟睡できてねえなっていうのがずっとあったんですけど、今は、ずーっとエアコンかかっとる状態で、寒いので、布団かぶって寝ておりますので、非常に快適に、いい
睡眠が取れていると私は思っております。じゃあ明日は、明日、でも明日結構一緒におれるな。ではおやすみなさい。